令和新選組ただいまより令和新選組代表山本太郎の記者会見を始めさせていただきますお休みの中ありがとうございます申し訳ございませんこんな時に記者会見などを開かせていただいてたくさんの方々に来ていただいてありがとうございます座らせていただきます まず冒頭にお知らせまで皆さんにお伝えしたいんですけれども私山本太郎を含む本日東京より帯同してきたスタッフ全員ですね東京出る際に PCR 検査を受けそして陰性ということでこの場所にお邪魔をしておりますよろしくお願いいたしますで本日ここ広島で令和新選組代表山本太郎が記者会見を開かせていただく理由なんですけれども4月の終わりに えー、行われる再選挙、参議院の広島の、えー、再選挙において、私たちれいわ新選組からも候補者を擁立するということを、えー、まず皆さんに申し上げたいと思いますで、えー、この擁立する方法としまして、どのような形で選考をしていくかということなんですけれども、えー、今、選考って言葉を使いましたが、すでに候補者がいて、それを発表できるという話ではございません。 これからですね、今から公募を行うということです、公募を行い、そして、一番ふさわしい候補者という方にぜひその選挙で戦っていただくという形をとっていくということです。4月の25日にに行われる再選挙において 参議院広島選挙区の再選挙において私たち、れいわ新選組も候補者を擁立する方向であるということを皆さんにお伝えするために記者会見を開かせていただいておりますで、この選挙に私たちが候補者を出すその狙いは何かということですけれども大きく分けると2点あると思いますまず1つ、まあ、これまであまり見られなかった巨額な お金のやり取りですね非常に大きな買収というものが行われたということですしかもその買収の後ろ盾となったのが政府ではないかというようなことも考えられるということですねでおそらくこれ1億5000万円程度のお金が党の方からということでこの時点では違法性はないということですけれどもその使われ方に問題があったという認識かもしれませんがその後ろ盾となっていたのはもちろん官邸であろうと ということならば、これは、えー、おそらくこの1億5000万円という正式に、えー、違法性のない形でのお金のやり取りが行われたという、そのほかにも、例えば官房費機密費であったりとか、そういうところからお金が流れた可能性もある、えー、自民党内における権力闘争において、えー、その結果、 まるで広島の方々がそのお金で買収をされてしまったかのようなイメージを全国にばらまくことになってしまったこれはあまりにも失礼な話である広島県民にとっても失礼な話であるしこの民主主義というものを根底から覆すものであるそれに対してやはり私たちは新しい選択肢というものを示す必要があるというのは当然のことですでその他にも現在この広島選挙区の後ろ盾となった当時の政府 そしてまあもうほとんどその切れ目はないと思うんですけれども、現在の政府においても、今行われている政治を見てみれば、中小企業を淘汰していくような政策を前に進めていくような嫌いがあると、それもそのはずです、その後ろ盾となっているといいますか、ブレーンとなっている人物たちの中には、中小企業を淘汰すべきだ、今現在の半分の数にすべきだというような話もなされているような方々です。 でこの広島県においては、えー、その広島県内で中小企業の数を見てみると、えー、全企業のうちの99.8%、そこで雇用されている人たち、常用雇用を見れば8割を超えると、このような中で、そういうような、えー、グローバリストたちに日本の供給を売り渡すようなことが前に進めば。 広島県内はもちろんのこと、全国的にも多く人々が傷つき、そして供給力が失われていく日本、日本国内における供給力というものも失われていく、えーま、現在の政権が考えているこの先の日本ということを鑑みたとしても、何としてもそれを止めなければならないということです。で大きな理由。 今回の選挙において、私たちが候補者を擁立するということにおいて、もう一つ大きな理由は何かというと、当然、政局です。4月の25日に行われる、全国的に行われる、何か所かで行われる、この補選、再選挙ということを見てみれば、これ、これまた自民党内における権力闘争というところにもつながっていくんだろうと。例えばですけれども、北海道2区というところで行われる衆議院の補選。 ここに関しては、えー、自民党は出さないってことになりましたよね。一方で、えー、同日開かれる、えー、参議院の長野。ここに関しては、おそらくもう勝ちは諦めている。野党側に取られても仕方がないというスタンスだと思います。一方で、この広島だけは絶対に勝ち抜く。そういうつもりで私は進めているんじゃないかと。つまりは、一勝一敗。広島なら勝てるという考えのもと、一勝一敗という結果に、えー 4月25日の結果がなれば、おそらく菅政権は、この先も継続することが許されるであろうと、そういった意味で自民党、自民党内における権力闘争というところに、やはり野党側から日々を入れるということは非常に重要である、20年以上に及ぶデフレ、その中において、今回のような災害、コロナというものがやってきた。 ここに対して人々の生活や日本の供給力を守るために最大限の財政出動を行い底上げをしていくという当たり前の政策さえも行われない特定の業界に対しお金を流すのは非常に早い仕事をするんですけれどもそれ以外に関しては一定の期限非常に短い期限を設けて特定のものだけを救っていくような政策しか打たれていないということですいつ終わるかわからないコロナという この災害の中で人々が希望が持てる生活が維持できるというような施策は具体的には打たれていないそれを考えるならばやはり政権交代ということに向けていくにはこの広島の補選ということは広島の再選挙という部分においては非常に大きな意味を持つそう思っていますごめんなさい話があっちこっち行ったかのように思うかもしれませんけれども、えー、基本的には考えていることは、えー、一つです 現在の無政府状態に近いような状況を何としても一日も早く帰るしかない、そのためには、えー、現在の総理の首の皮一枚つながるかもしれないというこの再選挙に対して、私たち、れいわ新選組が候補を出し、勝利をつかむということは非常に大きな意味を持つだろうと。 そういった意味で本日、候補者を擁立しますということを皆さんにお伝えするために記者会見を開かせていただきました私から冒頭はこのような形でこのあとは皆さんからご質問いただくことに答えていくという形にしていきますかすいませんはい、ありがとうございますそれではあの質問ございます方挙手いただきまして前に出ていただければと思いますはいじゃあよろしくお願いいたします。こちらまではい IWJ の,、えーはい、の萩崎です。こんなに早く独自候補を公募するということは、うん、今回は、あるいは今後も野党共闘しないということでしょうか、野党共闘で統一候補を立てる調整をして、うまくいかなくて公募し,しようとするのか。 それとも野党共闘は初めから望まずに独自候補の公募をするように考えたのか、その場合、どういうことが野党共闘の障害になっているのか、分断すれば与党を利することになるということは、これまでの経験で散々分かっているのですが、それでも野党共闘ではなく公募をして、分断選挙を選ぶのか、えお願いします。 分断選挙と言われている意味がよくわからないんですけれども野党共闘すれば必ず勝てるっていうこと自体が私は幻想だと思ってます、うん、野党共闘する野党共闘して必ず勝利があるとするならばこれまでの全国で行われた知事選で野党共闘に近い形で臨んできたものに勝ち、えー、が少ないのは理由は何かってことですよね何をもって分断としているのか分断と言っている意味がわからないってことです 当然私たちは国政選挙において、えー、再選挙が、えー、国政選挙、この再選挙を行われるというところに対して、私たちが選択肢であるということを手を挙げるということは、それは格闘の自由です。一方で、今回のこの再選挙において、広島での再選挙においては、野党側は腰が引けてるという話があります。それを考えるとするならば、当然私たちが手を挙げるということも当然であって。で、話し合いというのはその先にあるものですよね。 手を上げるということに対して手を上げるなということ自体が民主主義の否定だと、私は言えると思いますまずは一問ということで、終わりますはい他にございますでしょうか、どうぞ。 rcc、えー、公募のスケジュールなんですけれども、大体いつ頃までにこう候補者を選定したいかということと、またあの、まあ、ああののま一番ふさわしい方をえと選考されるということですけれども、えー、とまあ党としては、どのような人、どういった人をこう擁立したいかというところをお聞かせください。 ありがとうございます、えー。公募のスケジュールですけれども、もうこの後から始めようと思っています、えー、本日からですね、でえー、と 28, 28日までということですね、かなり、えー、とタイトなスケジュールにはなっているんですけれども、えー、4月の25というお尻が決まっている状態ですので、ここはちょっと少し急がなきゃいけない場面かなと思っています。一方で、で、えー、その公募の中で、えーまあ、これは本当に、あのー 素晴らしい候補者に出会えるということが目的ですがそうならなかった場合にはどうなるのか一方で先ほどのご質問にもちょっと関わる部分ですけれども野党側という部分において素晴らしい候補者が出てきたときにどう調整していくのかということはこれからの課題でもあると思いますでもそこら辺は全く今白紙の状態でしょうから私たちも手を挙げるということは当然していくってことですで、一方で私たちが求める候補者というのは何かということですけれども やはり私たちが、えー、旗揚げの時から自分たちの理念としてずっと掲げているものですけれども生きているだけで価値があるそういう社会を一緒に作っていくという気概を持った方そしてそれに加えてやはり生きているだけで価値があるという社会を実現するためには、えー、経済的に不安定であるという状況は絶対に作ってはならないということですね。 20年以上のデフレだったり、このコロナにおいても自己責任というような政治を推し進めるなんて論外だってことです、つまりは何かというと、徹底した財政出動、これを政府の通貨発行によって行っていくということを、えー、しっかりと理解された方、そこですね、今にこの場面において、緊、えー、縮財政であったりとか、えー、プライマリーバランスとかっていう寝言を言い出すような人たちとは、おそらく関わり合いは持てません。そういういことではなく この緊急時、コロナが来る前から緊急時であったというこの日本を認識し、さらにそこにコロナの災害がやってきたということを、やはりしっかりと理解した上で、大胆な財政出動、政府の通貨発行というものを大胆に行っていく必要があるという認識を持った人、そういう人との出会いを、えー、思いながら、公募、えー、お待ちしているとといいいいう状況になっててくく思ますお待ちしという状況になっていくと思います。 あの確認なんですけれども、28日までということなので、28日には決定するという趣旨でよろしいですか締め切りが28日という状態ですね、なので、その先に選考ということになっていくので、おそらく発表というのは、もう少し時間がかかるかなと思いますメド、はい、としては3月のいつ頃とかっていうのはあるんですかこればっかりはなかなか、えっと、この日にやりますってことは、今からピンポイントで。 言える状況ではなないいかなと思いますでおそらく広島県内からも応募いただけることとは思いますけれども、全国的にも応募があると思うので、そう考えると、えー、いろんな場所に移動しながら、えー、お会いをしていくということになる可能性もあると思います、そうなると一定の時間は必要になってくる、なので、えー、締め切りとしては2月の28、公募の締め切りとさせていただきますが、それからは選考のために、えー、しばらく時間がいるような状況だと思いますありがとうございます。 はい、他にございますでしょうか。じゃ、一番前の方。すみません。えっ、ー、と、中国新聞の岡田と言います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今の公募の関係で、選考の具体的な方法ですね。例えば、その書類を出してもらって。するとか、面接であるとか、その辺の選考方法と。えー、今おっしゃられたようなですね。素晴らしい候補に出られ。まあ、仮に出会えなかった場合に。 山本太郎代表ご自身が出馬する可能性というのは現時点であるんでしょうか、その2点をお聞かせくださいありがとうございます、まあ選考方法ということですけれども、まず、えー、公募の28日締め切りということに関しましては、まず書類ということになると思います。で、えー、と28日という締め切りは設けてますが、えー順次 届いた人たちから可能性のある人たちにはお会いをしていくということになっていくと思います、時間に限りがありますので、そういう方法になっていくと思います、まずは書類で選考し、その後面接という形になっていくだろうと、で一方でその、えー、公募の中で、この選挙区に立っていただきたいという方が現れなかった場合にどうするのか、その時には山本太郎という選択肢はあるのかということですけれど、えー この4月の25日の再選挙ということに関して、山本太郎が候補者になるということに関しては、可能性としてはないとは言えない、選択肢としては排除しないということでやってまいりたいというふうに思いますはほ、い、かにございますでしょうか。はいどうぞ 読売新聞の飯田と申しますよろしくお願いしますあの先ほどの野党共闘の話に少し関わるんですけれどもどう高等が候補を立てるのが自由であるという在大前提に立った上でなんですがとある一定の条件が整った場合に共闘を考えるという可能性はあるんでしょうか可能性としてないわけではないと思います当然あの私たちは立てるんだから関係ないよっていうことにこだわるつもりはありませんはい 当然あの、私たちの党以外でその野党側で候補者を擁立したいという動きの中で納得がいくような候補者であるならば逆に応援をしていくということもありえるかもしれません、はい、だから何も私たちは関係なく必ず私たちの旗を立ててとていうようなことではなくやはりそこら辺は話し合いということになっていくんだろうというふうに思います。あの関連なんですけれども まあ、党が違うわけですから、政策が違うという部分はあると思うんですけれども、その何て言いますか、鍵になるような、例えばここが妥協できるんであれば、協力をする、なし、ここが妥協できない、協力できないということであれば、一緒に戦うことはできないというような、そういうふうな基準みたいな政策、ないし、その考え方というものはありますでしょうかえ少なくともその財政出動という部分に関して、どこからお金を持ってくるのかというところに関しては、少し議論が分かれるところかなとは思います。 私たちはえっ、ー、と年間200兆円規模の新規国債の発行をしたとしても問題がないという立場ですこれは参議院の機関に資産をお願いしてインフレ率 要は物価上昇率の、えー、物価安定目標の2%を超えないということを数字で示していった場合に、毎年200兆円規模で新規国債発行は可能である。であるならばそれを使って徹底的な底上げをし、このコロナ禍から人々を救うという政策を取るべきだという考え方です。一方で他の野党でそこまで踏み込んでいる党はないと思います。そういった意味で財政、財政をどうしていくのか。 その財源をどうしていくのかというところでの議論は分かれるところですけれども、一方で、このコロナ禍において、しっかりと財政出動をしていくべき、例えばですけれども、雇用調整助成金であったりとか、それ以外の休業保障であったりとか、数々の施策に関して延長していくとか、え他にも、何ですかね、持続化給付金、まあ、簡単に言ったらおかわりとか、まあ、言ってることははっきり言ってしまえば、与党側よりも全く、あの与党側よりも、 えー、人々の方向を向いていることは間違いがないわけで、えー、それを考えるならば、えー、一緒にやっていくってことは、そんなに無理のある話ではないだろうというふうに思います、自民党と公明党が一緒にやっていること自体が不思議ですからね、考えてみたら、そこ、その自民党公明のもともとの考え方の乖離ってことを考えてみれば、何も不自然なことはないだろうと、逆に言えば、親、え、和、ー、性はあるだろうということを考えて、えー、共闘していくことも、えー、考えなきゃならないだろうと。 でも一方で、私たちはまずそういう話し合いがいつ行われるかわからないし、どういうことになるかわからないので、私たちは私たちとして候補者を立てていくということを諦めないということを考えていくということほか、ねはい、にございますでしょうか、初めての質問の方を優先させていただきます、どうぞ、2番目の方。 NHK の川田と申します、えっと、3点ほどお伺いしたくて、ちょっと最後は1点はちょっと選挙と別個になってしまうんですけども、まず2点は選挙で、あの1点目はその、えっと、今出た野党共闘の部分というのがちょっと絡んでくると思うんですが、そのど,どういう特段財政出動以外でも、他にどういった政策だったらあの、まあ、協力できるかとか、ですねあとはあの候補者をまず選びきった段階でもなのか、その選ぶ前にそういう打診が来た場合にどう考えていくかというのがまず1点ですね、すみません。でもう えとこの今回、令和新選組においてどう,どういう政策を訴えていきたいかと、この今回の選挙においてです、ね、そこを2点目お伺いできたと思います。で3点目が恐縮なんですがあの、ちょっと別件で恐縮なんですけども、きょうはオリパラの組織委員会の委員長あの、会長の森さんが辞任の意向を示していますけれども、代表としてその所管のことをお伺いできたと思います、3点です。ありがととうございいまますす、えっと、打診ののタイミングと言いますかその、えー 候補者を一本化していこうよというような話し合いっていうのは現在行われてないわけですよねで、そのタイミングについて私たちから何かものを申すことっていうこと自体がおかしいと思います、なので全くそういうような話し合いは行われてない現在においてこの再選挙においては私たちは候補者を立てていくという姿勢であると、一方で、えー、話し合いを求められた場合にはその時にはドアは閉めないってことですね、当然。 話し合いというようなことを求められたときには話し合いをしていくべきだろうと思うしで、その話し合いのタイミングはいつになるかということは私たちが設定するという立場にはない、そういう感じです、で一方で、この選挙において何を訴えたいかということですけれども、まあえーとまあ、クリーンな政治というのはもう当然当たり前のことだと思います、でも一方で、そのようなお金のやり取りというのはこれまで日常的に行われていたよねということだと思うんです。 で今回、なぜ問題になったかというと、これが巨額ということに、えー、やはり、えー、なんだろうな、巨額な買収というところに、えー、非常に広範囲にわたる買収という方向に動いた、その後ろ盾が、えー、と実は鑑定だったんじゃないのというような疑いがあって、やはりその規模ということによってばれてしまったということだと思うんです。 何が言いたいかってことですけど、日常的にそういう金のやり取りで、えー、人の心や人の、えー、票を買収するような政治というものに関しては、これは当然、撲滅されなければならないというのは当然のことですね、そこは一点あると思いますが、私たちがそれと並行して最も訴えたいことは何かというと、やはり、えー、20年以上のデフレ、これにおいて広がったのは格差ですよ、多くの人々が生活困窮というような状況に陥ってしまったってことですね。 子供たちの7人に1人が貧困という状況って異常だと思います。先進国とは呼べない。一人暮らしをしている女性の3人に1人が貧困。これってコロナが来る前の話ですよ。すでに緊急事態であったというこの国の事態を受けた上で、考えた上で、コロナがやってきてさらにどうなっていくかってことを考えたときに、やはり、ここを支えられるのは国であると。個人や民間の努力でどうにかできる話ではない。 ここにおいては、何があっても心配をするなと、国がしっかりとあなたを支えるという政治の当たり前の原点に立ち戻る必要がある、それを前に進められるのは私たちだという自負のもとに、皆さんに理解をしていただくということの選挙になるだろうというふうに思います。大胆な財政出動、まあ、細かかく言言言えば何かとといいまますと先ほど言いました新規国債の発行 通貨発行権を使った上で、えー、最大限どこまでやれるかっったら、新規国債の発行だけを見れば、年間200兆円という規模のお金を出したとしても、えー、物価安定目標、インフレ率の2%、政府と日銀が決めた上限の2%を超えることはないんですね。つまりは、 毎年それぐらいの大胆な財政出動をしていき、人々の生活を底上げすることによって、失われた20年以上を取り戻すという作業がやっと始められるということです。毎月10万円のコロナが収束するまで、毎月10万円の給付ということも可能です。それだけじゃなくて事業者に対して損失の補填ということを徹底的にしていくということも可能です。今やるべきことははっきりしている。 国が国としての責任を果たすということを私たちにやらせていただきたいということが最も大きな訴えになるかというふうに思います。であの森さんの辞任ですね、まあ、当然辞任しないと話は前に進みません。少なくとも今…えー 今の状況でまだ五輪をやろうとしている事態がちょっと私は寝言のように思いますもう妄想の息を出てないんじゃないかということですね現状をしっかりと認識できていないという者たちがいまだに五輪を続けようとしているということが私自身の考え方ですこれは2013年に私が国会議員になった時に、えーよとえー、衆議院、参議院両院においてオリンピックを成功させる決議というものがあったんですけど私一人反対しましたその時から思いは変わっていません でこのコロナ禍というところにおいても、いまだにギリギリまで密を吸おうとしているような人たちがいるんだということだと思います、そこにおいて、やはりこの五輪というものの、えーま、オリンピック憲章ですね、これ、オリンピックにおけるこれ憲法みたいな存在ですけれども、その中とは相反するような発言をしてしまった、まあ、そういう考え方だったということですね、そのような人間が日本の五輪のトップに立っていること自体が、これは間違えているという話ですね。 まあ次にバトンを渡った人も非常に心配な存在ではありますけれども、だから五輪を開きたいというならば当然の話であろうと、IOC だって最初は、ね、問題は終わったてっ言ってますけど、やっぱり問題は終わってなかったっていう話ですよね、また別の声明を出しているわけですから、だから非常に感度が鈍いっていう人たちが、この五輪の、えーまあ、この政治の場のみならず、五輪のトップにもついている。まあ 次にバトンを渡る人に関しても非常に親和性は高いかなと思いますけど、森さんと、はい、はい、他ござあじゃ二番目の方どうぞ。RCC の増田と申します。はじます、えー。先ほどのですねあの広島に建てる趣旨でも趣旨でお伺いしますと。 えー、北海道二区、衆院北海道だとか、あの参院の長野。はもう立てずに、広島に集中するという、現段階のお考えというふうに思って、よろしいでしょうか。ありがとうございます。えっ、ー、と、補選再選挙というところにおいては、広島一点です。はい。 その理由は何かと申しますと、やはりあの政治に対する不信感というものが、えー、不信感というものをより強めることになってしまった、この巨額の買収劇ということですね、当然それもありますし、それだけじゃなくて、その後ろ盾になったのが政府であった、えー、可能性が高いというよりも、私はもうそのものだと思います、えー、そういったものも含めた上で、その他にも、この4月25日の一連の選挙を考えた場合に、えー、官邸自身が、 私はこの広島に欠けているというふうに見ています、広島なら勝てると思われているということです、ずうずうしいですね、面の皮厚すぎますよ、これだけのことをしておきながら、広島にも自分たちの候補者を立てようとする姿自体が反省の色も何もないということです、それを考えた場合に、やはり現在の政治体制をひっくり返すためには、この広島で勝利するということが、野党側には絶対的な条件になってくるだろうと。 そこにおいて腰が引けている野党がいるならば、私たちは自分たちで旗を立てるということをやはり諦めるわけにはいかないということですあの重ねて、ですねあの強いい、まあ、いわゆる政権に対する思いというのがおありなのでお伺いしたいんですが、去年の参院選、あ前回の参院選でいうと、ですねまさにあの今の,あの総理大臣自らあらこちらの方に何度も入られて、えー、当時の河井さんを、ですね河井安里さんを押すようなことをものすごくされていました、でそれを多くの県民があの本当に一番人の多いところで見ていました。 その,あのトップがですね、未だにあの明確なあの話をあの人の前にされないこと、このことについては、えー、とどう思われますでしょうか今、後半部分、もう一回聞かせてもらえますかすま、えー、と菅総理ですとか、あるいは党の二階幹事長が、ね、何度もあの広島入りされて、えー、この事件が判決があった後も、まだあのそれに対して住民あのあの、有権者が納得するほどまでのお答えをされない、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。 まあ、あの有権者であったり、この国に生きる人々に対して納得のいく説明などは一度もされたことがないという彼らですから、この問題においても説明する気などないでしょう、逆に言えば、その,、えー、その現場で前線に立った者たちの責任であるというなすりつけ方、その出所進退に,については自分たちで決めることだろうというふうに完全に切り離しちゃうわけですよね。でも違うだだろうってその原始はどっから来たんだよ っていうことも関係しますし、あれだけ熱烈応援してたわけだから、そのことに対する責任というものに関して、なぜ説明をしないのかってことだと思います、説明したくないだけのことだと思いますね。はいまあ、あのよく菅さんが、えー、総裁選の時とかは、この右側を切り取った写真がテレビとかで出てましたけどね、右側、ね、この切り取った写真の右側はこの人がいたっていう、どうして一緒にセットで出さないのかなっていつもテレビでは思ってましたけれども。 まあとにかくこれだけの間柄ですよ、とにかく、普通に、えー、普通の、えー、中央から支部に対して1億5000万円みたいなお金流れる話じゃないですからね、水田さんの10倍ですか、これは明らかにこれは党内における、えー、権力闘争、その中で粛清していくっていうことを水田さん粛清、粛清されるってことを水田さんが食らっちゃったってことですよね、それに対してやはりかなり強い、選挙に強いということを考えるならば、水田さんが。 そこに対しては金をばらまく以外ないだろうという選択肢にならざるを得なかったということだと思いますまだあの買収に対するその原資だったかどうかというのはまだ判明していない中で、少なくともそれに対する説明責任はあるだろうというふうにはお考えですか説明できないでしょうね、ええまあ、その原資だったかどうかということは明らかにはなってないわけですね、その党,、えー、党から支部に入ってきた、この方々に一応5000万円来たというのはご当然合法ですから。 その先、使い道の問題だったかもしれないしということにしようとしている、でもそうじゃないだろうって、党内の権力闘争というところで、この広島において、えー、自分たちの中で不都合な人たちを消して、自分たちの候補者を勝たせるということに対しての出資だろうなと、私は見てます。はい、ありがとううごござざいいまましした他すでしょうかじゃあさん 二度目の間無事萩崎です、えー、今回の選挙で、候補として、令和として、何を一番訴えたいのか、金券打破か、コロナ禍とコロナ不況の脱出か、候補者は全国すべての人の願いであり、課題で,課題であると思うが、令和はどのような理念と方法を持って、コロナ禍とコロナ不況と向き合っていくのか、具体的な対策は、与党政府は徹底した、えー、検査抑止政策を取り、今も取り続けていく。 挙句 Go to travel で感染拡大した政府与党あ、すみません、えー、それを、えー、飛ばして、えー、その最初の一点と広島県は国の方針に逆らってまで検査の重要性を訴え80万人の PCR 検査を行うことをし,したこうした広島県の県政をどう評価するかこれは中心ですかねはい、以上お願いします <laughs> えっと、一部のものだけに忖度すんなよって話ですよ、一番大きな金額で2 300万円配られたんでしたっけ、どうでしたっけ、そんなことありましたよね、でまあ、まあ、大体あの平均的に30万とか20万ってお金が配られたって、だとするならば、このデフレ20年に加えて、このコロナって災害なんだから、それぐらいのお金を人々に渡せよって話なんですよ。 一部の人たちだけにお金を横流しするような政治をやめなきゃいけない、今、GoTo って話が出てきましたけれども、結局 GoTo ていうものも一の、一部のものたちだけを救う政策、でもこれはね、本当にこのコロナというものが、えー、収束した後には必要な政策かもしれません、でもその前に必要なものがあるよって、何かってったら、それぞれの事業者に対して損失を補填するってことですよ、当然でしょ、だって。 じゃな倒れちゃうんですよ倒れたらどうなるかって、この国自体が弱りますよ、当然、供給能力が毀損されていけば、当然その国は弱体化しますよ、このコロナ禍において、何かその供給能力を毀損させていく、中小企業や個人事業の社を、えー、弱らせていくっていう、何かその先に目的があるのかっていうふうなことを考えんぐりたくなるような、あまりにも、えー、お金の出し方っていうものがいびつだってことですね。 一部の人たちに対して気前よくお金渡してたように、この需要が蒸発をしてしまって、本来ならば回るはずだったお金が回らなくなったってところに対して、お金を大体に入れていかなきゃ、会社倒れますよ。会社倒れるってことは何かつったら、その会社がこれまでその地域で回してきたお金自体が回らなくなりますよ。それだけじゃなくて、その従業員が解雇されれば、従業員に対して支払われていた給料、これは、 他の人の給料に回るんですよね。その従業員が消費をすれば、お金が給料として、赤の他人の給料として回る。消費が減る、要は需要が減るってことは、国全体が、地域全体が弱っていくってことですよ。世の中にお金が回らなくなる、地域にお金が回らなくなるってことだから。だからこういった誰の、個人誰か個人、民間の責任で倒れるっていうことではなくて、 20年以上のデフレという経済政策の失敗と、ここに来てこの災害というコロナがやってきたことに対するえ底上げっていうのは国でないと行えないってことです。それに対してどういった方法を使うんですかって言ったら当然、これ税を回しますってことじゃないですよ。どこもかしこも,も税収なんて減っちゃってんだから、減るしかないんだから、この先。広島県でも8年かかるって言ってるでしょ税収が元に戻るのに。 それを考えるならば当然この減った分の需要を作り出すのは国の役割なんですよ。世の中に回るはずだったお金のうち、回らなくなった部分を国が補填していく。その財源は何って聞かれたら当然、交際の発行でしょ。やってますよ、アメリカでも。200兆円規模でしょこれ何回目ですか一方で日本は真水で見たらすごく小さな額ですよ。 今徹底的にやらなきゃ取り返しのつかないことになりますよ。一人一人の生活、一人一人の事業者の、えな、ー、りわいっていうものを極力壊さないように国が支えていくってことをこの緊急事態、非常事態時には徹底してやらなきゃいけない。それを通貨発行っていう形でやっていくって当たり前のことですからね。それをやはり広島の皆さんには理解をしていただけるように説明を尽くしていく。財源がないんじゃない。 金はあるんだってことです。国が調達する金というのは、皆さんのお金を借りてきているわけじゃないってことです。その当たり前の考え方といいますか、ごめん、あれ出るかな、えー、っと、日銀のやつ、そもそも国の借金イコールみんなの借金という考え自体が間違ってるんですよ。大間違いなんですよ。 財務省の洗脳からみんな遂げなきゃダメなんですよ。特に報道の皆さんには認識をしていただきたい。これ見えますかね見ていただいてんの。これ日本銀行の資金循環統計ってものからグラフにしたものなんですね。で、真ん中がゼロです。真ん中ゼロです、これ。ゼロ。で、上に行けば行くほど黒字。下に行けば行くほど赤字なんです。で、線グラフ2つありますよね。 上の線グラフ、青い方は民間なんですよ。で、下、マイナスの方に出ているのが政府なんです。これ1980年から2016年までの間なんですけど、政府が赤字を拡大してるとき、民間どうなってますか色つけますね。色つけました。二つ。色というよりも。色つけた上で、えー、っと、囲いました。見てください。政府が赤字を拡大させているとき、民間どうなってますか 黒字になったんです。政府が赤字のときには、民間は黒字になる、当たり前の話なんですよ。だって、誰かの赤字は誰かの黒字でしょ誰かの借金は誰かの資産でしょ当たり前の関係性が国と民間の間でも成立してるって当たり前のことなんですよ。国の借金、国の借金って言われるけど、これは通貨発行量なんですよ。 通貨がどれだけ発行されているかっていうこと以外に意味を持たないんですよ。国の借金っていうのは、家計の借金とは全く別物なんですよ。当たり前ですよね。家計の借金であれならば、返した方がいいですよ。当たり前です。で、返せなくなったとき、そしてどこからも借りられなくなったら、これ破綻しますよ。家計パンクしますよ。国は自国通貨ですよ。 円建てで借金っていう形を取ってんですよ。返さなきゃいけないっていう状態になるんだったら、お金すればいいじゃないですか。円建てで発行してんですよ。国債。実際に借金とは何かと考えたら、債務性がない。借金という形を取って、社会に対してお金を回すため。 通貨発行するために借金という手を取っているってことに過ぎないんですよ。政府が赤字を拡大し財政出動した際には民間は黒字になるっていう当たり前の話です。政府の借金イコールみんなの借金っていう誤ったリードはやめていただきたいってことなんです。20年以上のデフレ、原因は何ですか国の積極的な財政支出がなかったってこと以外に言いようあります公共事業、 どれだけ減らしてきました橋本政権時代から。教育、どれだけ予算減らされてきましたすべてに対して財政出動ってことを行わないために、世の中にお金が回らなくなったっていう状況が、デフレの20年からの脱却を阻んできた。そこに加えてコロナですよ。この国滅ぼす気大胆に財政出動する以外ないんですよ。そう考えるとするならば、通貨発行以外ない。 その上限として考えられるものは何か。当然、見るべきは額、量ではないんですよ。見るべきはインフレ率。だからこそ物価安定目標、平成25年に日本政府と日銀が取り決めた2%というのが上限になり得るってことです。もう一個見せてごめん。えっと、じゃあ、毎月10万円、これを 全国民、この国に生きる人々に配ったらどうなるかっていう資産をしてもらいました。資産したのは誰ですか参議院です。調査情報担当室。毎月10万円をみんなに配ります。1年間 1. 千、1億2600万人に12ヶ月配ったらいくらかかる ?144 兆円です。国の借金と言われるものは上限何でしたっけ上限。額ではなかったですよね。 インフレ率ですよ。2%でしょ計算してもらいました。1年目どうなるか。10万円を毎月配り続けたとしても、1.2%までしか上がらない。インフレ率。で、毎年やったらどうなるか。2年目1.4%。3年目インフレ率1.8%。4年目インフレ率1.7%。なんで4年目から下がっていくかって。需要が拡大していけば当然供給能力も拡大していきますから。 供給を、需要が供給を超えていくっていう段階でインフレになっていくけれども、供給も大きくなっていくから、インフレ率は2%超えないってことですよ。つまり、よほど大胆な財政支出ってことをしなきゃ、世界並みには成長はできない国になってしまっている。だって20年以上のデフレだったんだよって。そういう話です。144兆円というお金を毎年つぎ込んだとしても、別個、 国債として出していったとしてもインフレ率はここまでしか上がらない。だいたい毎年200兆円規模のお金を出していっても問題がない。インフレ率の2%にも到達しないということが参議院の試算で明らかになっていること。今これぐらい大胆なことしなきゃ多くの人々傷つきますよ。多くの事業者倒れますよ。その時にもう一度やり直すのにどれだけ時間かかる 今、大胆に、徹底的に底上げしていくっていうことが何よりも必要な策だってことですよ。ちなみに医療機関どうなってますか、広島。去年の10月、11月ぐらいに報道がありましたよね。広島で調査されませんでしたっけ県内の医療機関、8割が経営悪化。ここに対してどうしてもっと大胆にお金注入できないのおかしいでしょやらなきゃどうなる 当然医療崩壊するでしょうコロナ以外で病気になったとしても、かかれなくなりますよ、医療へのアクセスを守るという意味でも、大胆にお金も入れなきゃいけない、一方でお金つけたよっていうけど、予算総額2700億円に対して、この医療機関に対して、コロナ病床を確保しましたっていう医療機関に対して、2700億円の予算ついてるけど、0.3%しか執行されてないって。 こんなボケた人たちさっさと退場させないとこの国壊れますよ。当然のことです。大胆な財政出動。これをやはり訴えていく。決して国は見捨てない。心配をするな。国がしっかりと責任を持つ。安心して暮らせ。ということを、私はまず広島の方々にしっかりと説明をしていくような選挙にしていきたい。そう思っています。 ほかございますでしょうか。どうぞ。朝日新聞の辻森と申します。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あの政治と金の問題が問われているということで言いますと、まあ今度はあの。候補者の公募を決められた、その参院、えー。広島選挙区とともに、まあ今あの。あの後半続いてますけども、河合克行さんが、まあ、あの。 いる広島産区というのもあるかと思うんですけども。まあ、あの、今年、まあ、任期満了があってですね。いずれ、まあ、あの、総選挙も言われている中で。あの、現時点で、その、衆議院制に対する、あの、対応について、あの、どのようにお考えなのかというのを。可能な範囲でお聞かせいただければと思います。あと、あの、ちょっと二点目、あの、先ほど来のご発言の確認なんですけども。あの、野党共闘、まずは、その。 令和新選組として公募を始められて、いい候補者がいたら、まあ、その候補者の擁立に動いて、でもしまあ野党の顔ぶれが固まった段階で、共闘の話があれば、まあ、話し合いのドアを閉じずに調整されるという、そういう流れで理解すればよろしいんでしょうかありがとうございます。えっと、じゃあ、まず最後の方から、はいあの、まず私たちは今の段階では、何の話し合いが行われるも何もないですから、これはもうライブでやっていくしかないですね。 現在、この広島、非常にこの先の政局、要は現在の政権がこの広島の選挙の結果でひっくり返るぐらいの私は重要な選挙だと思ってます、それは一番意識しているのは官邸だと思ってます、それを考えるならば当然ここで勝利を目指すということが一番求められていることだと、ここに対して私たちも当然チャレンジはしていきますよということが、今日の会見の趣旨です。 でそこにおいて私たちも公募で、えー、候補者、ふさわしい候補者というところを、えー、募っている、募っていくというところなんですけれども、そこでもしも候補者が生まれました、その時点で野党側も候補者がいてということで、何か話し合いを求められるという場面が来た場合には、当然、そこは話し合っていく必要があるでしょう、目的は、えー、何が何でも今回、この広島で私たちが選挙を行う、候補者を出して選挙を行うということが一番の目的ではない。 当然、そういう一番の目的としてそこを挙げたいけれども、一番の目的は、この緊急時、この大災害、コロナという大災害がやってきたとしても、い、え、ま、ー、だに人々を徹底的に底上げしていく、えー、救っていくということをやらない政治に対して、これはリセットする必要があるということですね。それを考えるならば、やはり野党側との、えー、共闘ということも視野の中に入ってくるだろうということだと思います。 それが一つ、はい、でもう1つ4、4月25日に補選であったりとか再選挙ってことがあるけれども本選の方のことをお話しされていますか、すね、要は衆議院解散ですね、ある意味でここ広島の選挙区から、えー、自民党側がやばいなと思えるような候補者が立ってきた場合、要は選挙にちょっと。 今回負けるかもしれないなっていうような雰囲気になった場合には、私はこれ、衆議院解散ってこともありえんのかなと思ってます。時期的にも、えー、もうすでに本予算通った後ですもんね、それだけじゃなくて、おそらくその選挙を迎える前には、私は、えー、10万円の再給付ぐらいをやる心づもりじゃないかなと思ってます。再給付をやった上で解散していくとかってこともありえんのかな、事実上の買収ですね。 <laughs> そういうことを広島で行ったような買収を公的にやるってことだと思いますそういうようなことも含んだ上で4月の25日に総選挙が行われる可能性っていうのは私はないわけではないそういうこともありえるってことを考えなきゃいけないなというふうに思ってます、はい、もちろんその秋っていうのが大方の見方でしょうけども4月25日にもそういうこともありえるということを視野に入れてやっていかなきゃならないそう思ってますだから何が必要か 4月25日に、えー、この広島において、ちょっと自民党、今回厳しいんじゃないかというような状況を作ることが、私は総選挙を早めることになるんじゃないかなというふうに思いますけどねあの衆院選で広島県内の選挙区に候補者を擁立されるようなお考えというのはあるんでしょうか、はい、今、それまた別のルートであの、そういう気持ちがある方。 おそらくそちらの方もその公募というところを広げていく部分にはなると思いますけれども、そういう気持ちがある人というところを当たっている部分でもあります、当然、この広島において、中国地方において、この参議院の選挙、一回こっきりというふうには考えていません、当然そういうふうに連動していくっていう考えがありますから、はい、あのすみません、最後に確認なんですけど今度4月25日の再選挙の公募は一応、全国公募という理解でよろしいでしょうか。はいあのもちろん一番 おそらく広島の方々に受け入れられやすいのは地元ですという方々が一番受け入れられやすい可能性はありますが私はあの全国にもこの日本をなんとかしたいそのスタート、この日本を変えるスタートとして広島から始めたいという方々はたくさんいらっしゃると思うのであの全国というふうにあのやらせていただこうと思ってます。ありがとうございました。 他ございますでしょうかよろしいですかはいじゃあ最後代表まとめお願いいたしますお休みなのに申し訳ありませんでした本当に、えー、あのねただでさえ忙しい皆さん、えー、つかの間の休息を奪ってしまうような形になってしまいましたが非常にこの先の、えー、日本の未来を左右するような選挙 再選挙ととといいううものがこここ広島で行われるということですそこに対してぜひ私たちも手を挙げてそしてそこに勝利するような候補者を擁立していけるような状態にしたいということをぜひ皆さんにお伝えするために今日はこのような記者会見を開かせていただきました。今後も広島県内で私自身 も活動していくということが回数が増えていくと思いますまたよろしくお願いいたしますありがとうございました